アナーですねあの僕が予備校生の時にこのこれは発音アナーなんですけどなんでアナーかっていうとなんでアナーってまあアナーって読めるんですよ僕はなんでアナーって読めるかっていうとスティーブ・ジョブズがえっと一番有名な彼のスタンフォード2005のコメンスメントのスピーチの中で「I'm h o n o r to be with you」って言ってるんですよねだからアナーなんですよねただ僕が予備校生の時に 予備校の女性の先生はこれをオナーって呼んでましたね。明らかに違いますね。マジで。予備校の先生ってその程度なんですね。まあそんなのどうでもいいんですけど。光栄って意味ですね。で、これさっきの言ったスティーブ・ジョブズの最初の文章ですね。I'm honored to be with you. 私は光栄ですと。To be with you. あなたと一緒にいて今日、ToDay ですね。At your commencement だから、コメンスメントって後で説明するんですけど、卒業式って意味なんですよ。 で、from one of the finest, finest って素晴らしい。これはあの、最上級だから、も素晴らしい、one, one of the finest u n i v e r s i t だから、まあ、素晴らしいユニバーシティの中の一つとかね、IB リーグとかですね、ハーバードとかコーネルとか、コロンビアとかの一つの、これはスタンフォードっ言ってるんですよね。in the world 世界で最も優れた。さて、この finest universities の中に東京大学は入るのか。それはわかんないですね、僕は。光栄に思います。 I'm with honored to you be 一緒にいることが、ね、今日ですね。で、m m e n c e m e n t 卒業式において。from one of the finest universities、素晴らしい大学の一つの。で、e world 世界において。で、コメンスメントって意味はグラデュエーションですね。卒業式ですね。と同時に、キク菊ンの中で後でも出てくるんですけども、コメンスメントってビギニングって意味でもあるんですよ。これ素敵じゃないですか卒業式って、 なんか僕らの中では日本の概念で言うと終わりを意味しませんでもアメリカでは始まりを意味してるんですよね。コメンスメントはグラジュエーションであり、コメンスメントはビギニングであるんですよ。彼らにとってグラジュエーションとビギニングは一緒なんですよね。卒業式はスタートなんですよね。実際にこれコメンスメントの動詞形でコメンスってあるんですけど、これは始めるって意味ですから。うん、かっこいい。以上。えー、ドローはですね、引き出しって意味ですね。 The man is looking in the desk drawer. The man が S ですね。SVO の三分形。あんまりね僕がこの文法をあんま深入りしたくない理由は、例えばこの文章だったら is があるから be 動詞あるからこれは一文形じゃないかとか二文形じゃないかとか言われたりするし、さらにあの in があるから前置詞があるからこれこの in 以降は モディファイや、モディフィケーションの M じゃないか、就職じゃないか、だからこれ第一文系じゃないかとか、いろいろ言われるんですけども、あんまりそこ深入りすると、何とでもできるんですよ。例えば B 同士に関しては、これ第一文系ですか、第二文系ですかって言ったら、あの、オクスフォードの辞書と、あるいは日本の英語学習の中で意見が分かれるんですね。だから、文法にその結論とかはないんですよ。 未だに解明されてないんですよで彼らが解明できてないことを僕らがここで議論した意味ないんですよね。僕らはそれを単純に言語を習得する過程で利用するにしか過ぎないんですよ。だから、利利用用のの一助として使っあ利用の一助じゃない英語学習の一助として使ってるんであんまりあのなんでってここは聞かないでください。聞,聞いてもいいんですけどこれは僕の解釈でしか説明できないんでね。 で、この場合だったら僕は SVO の3文型として捉えますね。The man が IsLookingInV してると何を ?The デスクドロー r ですね。だからこれは The man が The デスクドロー r 机の引き出しを IsLookingIn してですね。覗き込んでるって言ってるんですよね。それ